セレッサ、どうした？ここで諦めるのか？チェシャの声が頭に響きます。ウリオ、私もうどうしていいかわからない。そうか、じゃあ仕方ない。旅はここで終わりだな。チェシャが寂しそうに答えます。旅？人間はこれを旅というのだろう。でもお前が母親に会えないのは俺も悲しい。それに…チェシャは言葉に詰まりました。何？いつだったかお前の母親のことで俺はひどいことをした。そのことを謝りたい。チェシャ、俺一人ならとっくに死んでいた。お前に出会えてよかった。ありがとう。チェシャの思いがけない言葉がセレッサの心を揺さぶりました。チェシャ、待って。私、大切なことを忘れるなんて、あなたとの約束を守ること。大切な友達を守る。大切な約束を守る。セレッサの目には勇気と決意と覚悟が宿っていました。私は魔女よ。マミーに負けない強い魔女よ。
獣を見よ。
セリッサ、チェシャ。母様を止めてくれてありがとう。君たちに出会えて本当によかった。リュカオンとお別れする時が近づいていました。あなたとお友達になりたかった。もう友達だよ、僕たちは。優しく温かな母の腕の中、それは夢にまで見たぬくもりでした。僕のことをずっと守ってくれていてありがとう、母様。でももういいんだよ。温かい、もう一度だけこうして眠りたかったんだ。いい夢を。死んだ妖精の魂はどこへ行くのか、セレッサには分かりません。でも彼の魂が安らかに眠れるよう心から祈りました。魔女の最後の時が来ました。苦しみの表情を浮かべ叫び声を上げるモルガナ。それは目を覆うような光景でした。アンブラの魔女になった者は誰も死んだ後は闇の世界に引きずり込まれ、永遠にさまよい続けることになるのです。でもセレッサは決してそこから目をそらしませんでした。チェシャが何かに気づきました。モルガナを飲み込んだ魔界への扉がまだそのまま口を開けています。でも頼りなげに揺らめいて今にも閉じてしまいそうです。チェシャは疲れ切って立っているのもやっとでしたが、じっと動かず扉を見つめていました。ここから帰れるんでしょ。ほら、急がないと。俺が帰ったらお前は一人ぼっちだ。チェシャの顔はそう言いたそうでした。もうまだ私を見習い扱いするの？あんたをまた呼び出すくらいすぐにできるようになるわ。だから少しお休みしておいで。チェシャは黙って歩いていきます。
しいし、私もっともっと強くなるからね。耳をつんざくようなものすごい音。でもその中で知者がこういうのをセレッサは確かに聞きました。約束だぞ。静けさが戻ったアバロンの森。いつの間にか夜は明け、暖かい日差しがセレッサを優しく包み込んでいました。私の助けはもう必要ないようだな。ジャンヌ、ありがとう。また遊ぼうね。セレッサはそれからはもう悪夢を見ることはありませんでした。
失ったものなど何もありません。セレッサはたくさんの思い出と大切な友達との約束を胸に、明日への一歩を踏み出します。小さな魔女の新たな旅立ちを月だけが静かに見つめていました。